ちゃうんです。安易な企画ばっかりして、結局それ。どうですか？お名前頂戴してもよろしいですか？水野祐樹と申します。水野さんです、はい、よろしくお願いいたします。高橋と申します。お願いいたします。占いたい項目があれば教えてください。そうですね、YouTuber としての将来を、はい、これは神様のカードです。凡事カード、はい。あ、もちろんもちろん。チャチャを入れてくれ。左手で3枚。左手で、はい、で、はい、3枚引いてください。3枚ですね。直感的にこれかと、あと2個。はい、まず、はい、きつい部分からいくと、きつい部分から、はい、はい、過去、うん、過去企画倒れが多いです。はいはいはい、安易な企画ばっかりして結局それが全部身になってないっていうのがすごく出てます。はい、で現在なんですけども、うん、YouTuber としてようやく認知され始めた感じですね、うんうんうん、ただし油断をするとまたこの人気が全て集落してしまいますので、やっぱり気を抜かずに今の状態をキープしていただく方がいいです、はい、で未来なんですけどかなり有名にはなるみたいなんです、うん、ただし反面叩かれます。え、叩かれちゃうんですか？そうなんです。心ない方々もやっぱり見るんです、はいはいはい、だからそういう方々の話に耳を貸さないでください。うん、自分が信じる道さえ進んでいただければかなり成功するとは出てます。うーん、はい、そう、僕ヘイトは聞かないようにしてるんですよ。エゴサーチとか絶対しない。それが一番大事ですね。だから現在と未来がすごくいいの で、 で現在も願いが叶ってるという状態に近いカードが出てますから、ただ油断はしないでくださいという警告です。だ一番悪いのは過去、はい、過去はもう失敗して当然っていう感じでやってたと思うんで、もう失敗前提でやってましたから、はい、そういう感じでちょっと企画が甘かったり、まあ、安易な企画が多かったっていうのは出てます。うわ、切実寒くなってきたわ。でそれに対して現在のその高橋さんがどういう人なのかを今からで、今から3つ山を重ねますので一番上の山をお選びください。ああ、そういうことね、はいはいはい。過去そんなに不安でした？ YouTuber として。いや、もう不安になる前に始めてしまえって感じでした。とにかくやらんと何も見えない。なかなかうまくいかなくて苦労してたのは過去に出てます。それはありますね、うんうん、でキーマンはやっぱり女性ですね。出たよ女性。まずあなたのこの庭の意味なんですけども、はい、いろんな人脈によって今がつながってます。でそれをすごく表しているカードなんですけども、でその隣の家なんですけど、うん、実は家族親族それから仲間と思った方に対して非常に関係がよろしくなる方です。ほう、はい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 、だから身内意識を持てば持つほどいろんな人が助けてくれる、またいろんな人を助けようと思う反面、他人には冷たいです。はい、そういうカードがしっかり出てます。わかる気がします。で、月のカード、これはもうあなた自身が YouTuber として人気者になりたいっていう願いそのものが出てますので、うん、まあ、これはそものカードなんですが、これはちょっと物事がうまくいかなくて不安が強かった時期を表してます。ほう、で今もそれをちょっと大いに引いてて、受けなかったらどうしようとか常に考えてる、その不安がずっと残ってるみたいなんですが、未来のカードで淑女、女性が出てます。でこの女性はすごくあなたにとって大事な人になりそうです。鳥のカードなんですけども、うん、人からやっぱり嫌な話をされて嫌な思いをしてたもんで、ちょっとそこから耳を塞ぎたいなという思いが。10番の釜、もうこれは常に表には出さないんだけど、こう理不尽なこと、怒り、失敗、そういったものをもうどうにかしたい、何かあったら刀で切るみたいなイメージで、心に虎を飼ってますから私は。それに近いですね本当に。で実はコウノトリすごくいいカードで、これは将来今の状況から大きく変わってもっといい状況に変わることを指し示してます。だ今の拠点ももしかしたら名古屋からもうちょっと大きい大都会に移ったりとか、そういう可能性もあると思ってください。でそういう意味での発展性があるというのがすごく強く出てます。
でキーカードとしては自分が人気者になりたいという気持ちを維持すること、うん、でそれからそのためには女性の力が必要になるということ、うん、その結果で発展するという意味合いで出ております。わお、どうですか。あらわお、とりあえずもうありありと承認欲求の高さがYouTuber なんでそれはもう絶対必須ですね、うん、で、気質的には大道芸人の方にかなり近いですだからあの自分の芸を見せて喜ぶ姿を見れば見るほど芸を磨きたくなるタイプ、うんうんうん、だから YouTuber って言っても画面の向こうの声が届かないとモチベーションが上がらないタイプですね。皆さんコメントくださいね逆に言うとあのプラスのコメントとか、うん、こう自分に対してこういうことをやってほしいとかっていうリクエストをもらったりするとそれで燃え上がれるタイプなので、まあ、そういう方々をファンとして増やしていくといいかと思います。でそれとやっぱりさっきも言ったようにその女性の力が絶対必須になります。でこれはあなたがあの男性目線で物を見ることが多いからなんです。じゃあ女性のそのお客さんファンがどうしたら喜ぶかっていう目線にも欠けてる部分があるし、逆に言ったらそういうファンを獲得するための目頭を持ってる人が女性の参謀としてついた場合かなり伸びると思います。コラボお待ちしてます重なってたよおじちゃん、うん、じゃあ話聞いてないですよ俺、うん、いやもうこれは鉄壁でしょ。もう将来約束されたようなもんです。言ってしまえば一種のデキレースですから順風満帆じゃないですか私ね、すぐ調子に乗るそれもいいことなんですよ。あの成功する人は必ず自分が成功するって信じてますから。でそれを疑う人は絶対成功できないので、はい、ありがとうございます。わなるほど確かにもうバシバシ当たってますねありがとうございます、怖いわまあ、あの昼の時間は私どもね心の選択肢で夜がシェリーさんのエンジェル43でやってます。そうビルの、ね、看板心の選択ってあの洗濯機の選択あれはねビルオーナーさんの行為でタダで作ってもらった看板なんですよ、はいはい、だから間違いだって言えない間違いなんですか。なんか意図したものがあるのかなと思って間違いって言えなくってもうそのままネタになるからいいやって放置した結果なんですよ。面白いわ。もうオーナーさんの行為だったんで言えなかったんですよね、はい、ジェンデルさんお願いします。